皆様、おはようございます。ただいまの出席議員は16名で、定数を超えておりますので、これより本会議を再開し、直ちに会議を開きます。この際、申し上げます。中原峰夫議員が所用のため欠席する旨の届出がありましたので、ご了承をお願いいたします。福祉教育副委員長の欠員に伴い、9月6日に開催されました福祉教育委員会において、副委員長に永田君雄氏議員がご選されましたので、ご報告いたします。お手元の議事日程により議事に入ります。日程第1、市長から追加議案が提出されておりますので、議案に対する説明を受けることといたします。議案第23号を議題といたします。件名はお配りの議事日程に記載してあるとおりであります。これより議案について説明を求めます。米久保副市長。おはようございます。おはようございます。ご指名をいただきましたので、本議会に追加議案としてご提案をいたしました議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。追加議案は予算案件1件でございます。なお、議案の内容につきましては、議案関係資料に申し上げてございますので、私からは簡潔に申し上げます。予算案件につきまして、ご説明いたします。議案第23号平成30年度塩尻市一般会計補正予算第7号につきましては、歳入歳出ともに3741万2000円を増額し、予算総額を279億5959万2000円とするものであります。内容は、歳出では保育園、児童館および児童クラブにエアコンを設置するための設計委託料を計上するもので、歳入では繰越金を増額するものでございます。以上が追加議案の概要でございます。何卒よろしくご審議くださいますようお願いをいたします。以上でございます。この際、議案調査のため10時20分まで休憩といたします。なお、議案質疑は所定の文書により10時15分までに通告願います。